実はこのキャットストリートには他にもバランス感覚が優れた猫がいるんです。ということで次に挑戦するのはこちら、この長い長い綱渡りに挑戦です。おっと、早速チャレンジャーがやってくれようです。ママ、大きな台から登場。やってきたのはロシアングル、お名前は若葉と言います。それでは若葉には自分でスタンバイをしてもらいましょう。螺旋階段をしなやかな体つきで一番上まで登ります。さあ、それでは準備ができたらいきますよ。若葉の綱渡り位置についてスタート。さあ、渡り始めました。どうですか皆さん、見てこの若葉の真剣な顔。尻尾を使って上手に若葉を取っているのが分かるでしょうか。端まで行ったら皆さん若葉に大きな拍手。どうなってきました。今日は若葉ちゃん絶好調です。もう一度あちらのスタート台へ戻っていってもらいましょう。帰り道は手拍子でオープンです。頑張れ頑張れ若葉、頑張れ頑張れ若葉、頑張れ頑張れ若葉、もう少し最後まで頑張れ頑張れ若葉、頑張れ頑張れ若葉、あと少し、もうちょっと端まで行ってゴールできました。いや、キラキラしましたが、見事この長い綱、一往復することができました。素晴らしい猫のバランス感覚を披露してくれました。一生懸命頑張ったのは、ロシアブルーの若葉でした。若葉さん、お別れです。